エレファントキャッスル駅は、イギリスの首都ロンドンにある、鉄道駅。テムズ川の南側にあるエレファントキャッスルに位置し、鉄道のほか地下鉄も2路線乗り入れている。エレファントキャッスル駅は、ゴビアテムズリンクレールウェイによって運営されており、同社のテムズリンクブランドの列車以外では、サウスイースタンも乗り入れている。ロンドンの交通網を同心円状に区分けしている。 トラベルゾーンでは地下鉄駅とともにゾーン1とゾーン2にまたがるよう設定されている。エレファントキャッスル駅はレンガ作りの高架駅で1863年に建設された。出入り口は2つあり、1つはエレファント通りに、もう1つはエレファントキャッスルショッピングセンターに直結している。列車の出発案内板は、券売所とショッピングセンター内の両方に、 設置されている。プラットフォームは全部で4番線まであり、プラットフォームの両側が線路に接しているホームが2つある、島式2面4線と言われる構造となっている。現在駅にはエレベーターやエスカレーターが設置されておらず、階段のみが唯一のホームへのアクセス手段である。また地下鉄のエレファントキャッスル駅とは直接つながっておらず、 地下鉄へ乗り換えるためには1階駅舎から出てショッピングセンターを通過または迂回する必要がある。なお東駅ではオイスターカードを使用することが可能である。鉄道の運行はテムズリンクとサウスイースタンによって行われている。オフピーク時の列車発着は以下の通り。なおラッシュ時間帯にはサウスイースタンの運行本数が数本増便されるほか、アシュフォードやロチェスター。 オーピントン、ドーバプラオリーを発着する列車も運行されている。エレファントキャッスルの地下鉄駅は、鉄道駅から200メートルほど離れたところにあり、ノーザン1000バンク支線とベーカールー線が乗り入れている。駅の入り口は2つあるが、いずれにもエスカレーターは設置されていない。またコンコースからプラットフォームに降りるためには、エレベーターを使用するか急勾配で、 狭い螺旋階段を通行する必要がある。二つの入り口のうち北側のものがベーカー流線、南側のものがノーザン線へ直接つながっており、北側の入り口はロンドンサウスバンク大学口といわれ大学のキャンパスの南端に接している。一方南側の入り口はショッピングセンター口といわれショッピングセンターへのアクセスや鉄道との乗り換えに利用されている。 エレファントキャッスル地下鉄駅は2段階にわたって建設され、まず1890年12月18日に、現在のノーザン線の駅がシティサウス、ロンドン鉄道の駅として開業し、ついで1906年8月5日に、現在のベーカールー線の駅がベーカーストリートウォータールー鉄道の駅として開業した。ノーザン線の駅は、 南隣のケニントン駅と同様のデザインで、1920年代のトンネル改良工事、1960年代のエレファントキャッスルショッピングセンターとロータリーの建設工事、そして2003年の駅改修工事と3度にわたって作り直されている。2003年の改修工事後には12月12日に工事が終了し、再オープンした。一方、 ベイカールー線の駅は一部近代化による改修が加えられているが、現在も建設当初の駅舎を残しており、1900年代初頭に活躍したイギリスの建築家、レスリー・グリーンによる典型的なデザインの駅である。1924年には地下鉄における初めての出産がエレファントキャッスル地下鉄駅で行われ、無事にジョジが誕生した。 当初この女子にはイニシャルがロンドン地下鉄の愛称であるチューブになるようセルマウルスラベアトリスエルの後名付けられたと報じられたが実際にはマリーと名付けられているバス路線では1番45番53番68番88番133番155番168番172番188番176番 343番、415番、453番と、深夜バス N1 番、N35 番、N63 番、N68 番、N89 番、N133 番、N155 番、N171 番、N343 番がこの鉄道駅に停車する。バス路線では1番、12番、35番、40番、45番、 53番、63番、68番、100番、133番、136番、148番、155番、168番、171番、172番、176番、188番、196番、333番、343番、344番、360番、363駅、 415番、453番、468番、C10 番、P5 番と、深夜バス N1 番、N35 番、N63 番、N68 番、N89 番、N133 番、N155 番、N171 番、N343 番がこの駅に停車する。また、十二番、十三番、四十八番、七十六番、 188番、344番、453番は24時間バスを運行している。ありがとうございます。